村さん、はい、お帰りなさいませ。ただいまです。いやー、ほんとコロナきつかったね。きつかった。めっちゃ苦しかったわ。うん、でも、うん、でも浦さん、でも1ヶ月ぐらいあったでしょ。うん、あったら療養してたね。多少浦さん、うん、進化してるでしょ。なんで進化するの。始め肩車。ロハちゃんすごいな、なんか肩車。なんか見切りがね、見切りがこんな感じで、ほら。あ、ほんま。なるほど、あれが体力のところまで行けばなんかできるんかな。緑ゲージかな、多分。右行っていけ、右行っていけ。闇上がり一発目ですね。そうやな。ゲーム久々。一ヶ月ぶりやな。これね。これいいよね、吹き飛ばし。一緒になったら鶴に一緒。いや、一緒に鶴だった。はい。え、何これ。わっしょい。おお、祭りや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 。病み上がりやぞ、こっち。あ、気のせいの方ですよね。もうまた子供じゃないですか。ダメですよ、子供が語らないで振り回したら危ないんですからね。怒りますよ。怒るの。子供扱いしないでください。そんなこと言うんだったら、そのやっぱり子供扱いやめてよ。こんなキャラなの。おお、鎖ゲド、鎖ゲド。すごい名前よ。うわ、すげえ。腐れゲドウやな、やっぱな、こいつは。こいつは腐れゲドウや、ほんま。痛いだけ。よし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 。腐れゲドウぜ。旦那様への恩返しで。そうですよ。うん。背景がいいよね、背景。No。 うん、なんか新鮮で。すみませんで、旦那様、散らかしちゃダメですよ。お片付けして、お掃除して、すぐ終わりますから待っててください。いいね、この子いい子やわ。まあメイドさんやね。この子いい子や、村さん、この子。はーい、はい。はい、はい、はい。次、決勝来た。ファイナル。あれ、相手。あ、春風ね。何、春風って。ミナちゃん。ミナちゃんや。久しぶり。あなたから感じるこの気は、私が追ってる邪気とは違うし、そう、そういうこと。どういうこと。お互いに。うわっ、あなた様は陽虫さん、どうしたそうなんや。困りました、見逃していただくということで、ぜひなんとか。ぜひなんとか。別にあなたが人に害をなさないなら、私の陽虫師としては何もするつもりないから。だからここは、え、ちょっと。はい、じゃあ遠慮なく、私旦那様のために絶対に午前試合で勝ちたいんです。チャンネル登録お願いします。あの子何やったっけ、あの子。毎回名前忘れるわ。赤ちゃん可愛いねんな。痛い痛い痛い。うわ。弓やからね、相手はね。近づいてなんだろう、こっちはもう。さあ、午前試合、勝とうぜ。勝とうぜ。決勝勝つだよ。よいしょ。気持ちいい、その技な。でも技名かっこいいよね。なあ、確かに。これ当たらんね。さあさあ、相手怒ってるよ。相手怒ってるよ、相手。うわー、下段や。下段強いな。惜しい、当たってない。もうちょっとだ、引っかかる、非容疑が。もうちょっと暗くか、回避するかで。よし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 、まあここは取っとこう。いいんじゃない。うん、いけないと思いますよ。うん、いけない。こっちもボロクしてるけどな。その矛盾は大丈夫。お、投げ、なんか落としたな、魚が今出た。この頭消えた。お、回復したな。しっかりと武器飛ばし攻撃、武器飛ばす武器。あの当てた当てた、ちょっと距離が当たんねえな。ちょっとな、当たんねえな。難しいな。
うまい。あとちょっと。よし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 。いいよ。これで終わりかな。泣いてるチャンプルが。チャンプルやな、そうそう。チャンプルが。懐かしい。さあ。旦那様、見ててくれましたか？私、御殿茶で勝ちましたよ。褒めてくださいね。どうして私がこんな、やっぱり飯しとけばよかった。なんちゅうこと言うの、こいつは。まあ、怖い怖い。みえちゃん、怖いな。ヨメツさんは、いい人ですね。今度ぜひ、当家に、見出してください。誠心誠意、もてなしますよ。あ合ってる。お、あ、どちらでや。あれ、どちら様でしょう。誰誰誰誰誰誰？ん？決戦デュエル。来た。シロちゃん。シロちゃんね。シロちゃん来たシロちゃん。因縁の。レッドブルレッドブルといいやつだの。くだらぬ。なんち貴様ぎゃもしまいか。これより我が手の者ともにより己にまみれた大変の世は破壊と滅亡で救済されるのだ。そういうやつな、こいつは。なあ、結構テンション高いな。我が魔道に浄化してやろう。安ずるな。我が主は何時にも平等である。強そうな人が出てきました。うん、旦那様、ちょっと怖いけど頑張ります。応援していてくださいね。マイペースやな、お前は。マイペース。相変わらず。だけどマイペースやな。この子、こんな感じやん。さあ、シロちゃんね。やっちゃうよ、シロちゃん。シロちゃんやな。もう何回もやってるから。じゃあ、尋常に行っちゃうよ。シロちゃんこのボールね、そうそう、謎のボール、謎のボールね、おお、ちょいちょいちょい、これな、ケーブル26切りってどういうことおい、初代でもあったもんな、バシ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 、やばいやばい。使えるで。え、はい。よし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 。暴力はいけないと思います。やるよ、どっちも。確かにな。当たらへんねんな、この感じだったらな。あーもうこれしゃあないわな、あれ飛行機何でも行くからな、空中で撃たなかったよね、確かにな、こっちは武器飛ばして近づかなかったしな、競技でも強いな、もうサムスクといえば競技、え決まった、おーうわー、ね、マジか、武器なんかあった、俺の武器があるある、武器壊しじゃないかね、お前飛ばされてないんか、壊されてないんか、そう飛ばされただけ、よし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 、久しぶりに来た、うん、こんなもんやな、旦那さんのためですよこれは、よし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 、カタグルメ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 、よしこれ、やっぱいいだよ、またやっぱこれね、これね、おお、かっこよく決まった。さあ、さあこれもう終わりかな。これで終わりやろ、さすがに。終わりかな。チャンネル登録お願いします。難しいことはよくわかりませんけど、あのとやつちょろっとしたらいけないことだと思いますよ。お、このプロ拍子感じ。なんか後ろ。え？きたー。魔界。誰これ。クリが嘆いておるわ、うん、我は現世を離れ今後に魔界を飛びし者を亡滅するとも言う、うん、鮮やかな紅の色らし我が生涯いまだ常にこの地上に魔界を飛ぶのも命尽きずなれば今この忠告のああ顔は顔現世と魔界の侍魂、侍魂、これあの人よな、ガオよ、これラスボス、これがラスボス、ガオガオ、世に覇者は一人でよい、かっこいいよね、声がね、待ってなってるやん、
待って待って、あ、ほんまや、なんや待って、ピッコーダイモンの前あれ、そうガオーつえ、久しぶりやけど、まあガオーつえ、まあまあまあ、まあ、知った口、知った口、知った口、いけちゃう、病み上がりっていう判定あってもいけちゃう、そんなことなかったやんお前うわーい！何やの技？何やあれ？声かっこよくないこれ？まあカブトムシなる、なれへんのかな？カブトムシおじさんのおなじみの、そうそうそうおなじみの。これすげえ。早い早いよね顔のおじさん。やばい、大丈夫よくないのあの気分よくない、マロさんやばい、わあ、これ強い、これ強い、本は強い、消えるよね、あなたこことこ消える投げ、あーやばい、投げ減るね、あー逆に来るぞ、あーもうお祭りじゃーいお祭りじゃーい自慢しろ、自慢を魔の世で、おかしいやろコンティニュー、コンティニュー、いってきます旦那様、ますと尋常に、ほんまやばいよな、消えるよな、これやめて、この人魔界を飛べしガオやってとうとう魔界を飛べたやろ、一応やばいやばい、頼むガオじゃない、魔界を飛べしガオやろ、魔界を飛べたガオなんやな、普通のガオじゃないんだ、ガオじゃない強いよな、あのパワーウェーブやばい、祭りが、祭りが、祭りがもう事故よ、もう武器破壊ね、こっちはな、ほんまよ、飛ばすんじゃなくて、あれくらって、やばいぞ、武器壊されんぞ、武器壊し、大塚さんの声、そうやな、なんか声渋ない、うん、大塚今日の声、シンプルにこういうのね、早いよな、あの技、あの技待ってるな、ガオの時ね、あの技な、こんな早いのガオガオ、こんな早いやつじゃなかった、こんな早いやつじゃなかった、むしろもなんかおろおろしい背景やもんな、そうそうそう、まさすがに魔界やな、これな、魔界、魔って書いてあるもんな、やばい、大丈夫これ、もう大丈夫、出ますけど飛んでるで今俺あいつ飛んでる時来るよね、あれね、なあ狙ったかのように、サイコクラッシャーみたいな、確かに、これ強いよな、投げな、エロいよな、ちょっと運玉やめてよ、置き攻め置き攻め置き攻めよ、じゃあ減るよ勝負あった、勝負あった、初心初心、サムスピーゲームは競技やもんな、そう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 、何やかんやったけど、何やかんやったけど、これ強いわ、これチャンスや、時間ジャンプできるからな、いろかちゃんは、お、ナイスカード、結構削られる時はね、よし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 、いいよ、当たってるよ、呼んでた呼んでた、ちょ、もうこれやめて、これ治療に使えるよ、いい、よし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 、いいよ、やばい、ジャンプするとあいつ来んねんジャンプしたらあいつ来んねん、あれで馬乗って、来る馬乗って、だいぶしたのにな、ちゃんと競技では当たるよ、ね、そうやね、そうなんよな、
引っ込まれちゃうこれ。いいんじゃないこれ。よし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 。どうだかを。脱げ脱げ。よし。ぶっ飛ばした？ぶっ飛ばせた？飛ばせないんか。飛ばせてないぶっ飛ばへんのか、ガオは。ガオはまあやからな。よしよしよし。強えな。あ、出てた。あ、もう。やべえ。前がでかいよな。そう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 。いやだ。あるよねー。当たっちゃうよねー。うまい。いいよ。当たるよ。当たるよね。当たえコンボね、繋がってんのこれ。そう、繋がる。めっちゃ減ったし。武器交差してるしもう。スカイルバーさんも、武器ないけど。武器ないかも。で、パンチ。きついちょっとわかったな。おチャンネル登録お願いします。よしよしよし、いいよいいよ、落ち着け。あーあー惜しかった。今日一今日いっちゃったな。あー当たってるね。くれへんな。取れた時にはもう時すでに遅し。掴んだ時には時すでに遅し。いいよ、当たってるよ。ふたん鍋でいこう、ふたん鍋で。あー、惜しいな。今の惜しいな。きた。よしよしよし。使えるよ。よしよしよし、ちょっと1回離れてすぐ回復するから、で使える。よしよしよし、いいよいいよ、離れてすぐ回復するから、いけいけいける。よし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 、ほらやっと1本取ったよ。これでいける。これでこのパターンだ、このパターン、このパターンだ。よしよしよし、やっと1本取ったぞ。何回やっても。ちょっと裏さん、裏さんだって1本目よ。そうやな、うん。よし、決まった。よしよしよし、どうだガオ。落ち着け。さあもうちょっと溜まる。よし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 って離れて、止まった止まった。ちょっとビビってる、ちょっとビビってるはず、溜まってるけど。ああもうちょっとビビってる。慎重だったな。よしよし、当たってるよ。これいいんじゃない、浦さん、これ。
やばい。どっちこれ、うわ、これ飛んでる。おお、ナイスミラージャンプ。うわ、減る。よし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 、使えるよ使えるよ。飛扇、飛扇。あー、もう飛扇が。これで皆さんいけるよ。飛扇作戦で。めっちゃ惜しかったなこれ。惜しかった。攻撃者のヒットアンダーベイのうちの逃げるときにやったらいいんじゃない？道を。うまい。この後にも見切った、逃げた、見切れた、見た。あ、無理か。ごめんなさい、これいかんじゃん。こっちこう。あー、どっかなぁ。何からってるもんなぁ。いけるいける、使える使える。わあ、無理、食らってくれへんかったわ。もうこれしゃあない。うん、あれはもうしゃあないからな。そう、うん、海やからね。海でや。俺でもあれしかないから。そうそう、俺があれの一本やねんから。あれが一本しかない。飛行機の一本やねんから俺が。うまい。もうさ、うまい。めちゃくちゃ受けてる、ちゃんと。どうしたん急に。たまたまや。うおお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 グラサいいぞ。あー、まだ使われへんか。うまい。見せたい、グラサの進化を。うわ ー, うわー、もう退化してたか、やっぱ。退化してるわ。めっちゃ惜しかったね、今の。惜しかったな。途中なんかパターンハマったもんな。この勢いでいこう、この勢いで。勢いでいこう。パターン分かってんもっちゃん。そうやね。使えるよ。待ってるよ。離れよ。いけるよ。うまい。あ、惜しい。うまいうまい。離れ離れよ。たまったたまった。うまい。いいよ。たまった。あと一発いこう。あ、どっちこれ。いこういこういこう。カウンションカウンション。あー、無理かー。あれはむずいなー。やっぱダメなのな。よし、あともうちょっと、あともうちょっとや。よし、たまたまた。ガンシャガード、よしよし、いけるよ。いけるいける。よし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 。さあ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 。いいよ。いける。よしよしよし、いいよ。うまい。よし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 。落ち着け落ち着け。ちょっと距離かな。よしよし、あれ。集中。上質してよ。行こう行こう行こう。もうここでか。うまい。よし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 。あとね、炎の方行くかってガウしたいな。で、ためたらあの緑のゲージをな。よしよし、もうちょっとや。
よし、いけるよ。うまい。離れ離れよ。よし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 。いけるいけるいける。あー、やばい。よし、離れよ。離れよ。さあ、次や。うー、また決まらんか。さあ、もう一発。いけるいけるいける。おっしゃーいけたーいやーいけたーいけたーあー、喜んでるでしょ、黒子も。この作戦やね。この作戦やった。やっぱこの作戦やった。俺らみたいなもんは。俺らみたいなもんは。病み上がりの俺みたいなもんは。チャンネル登録お願いします。さあ、これで終わりですね。ようやく願いが叶うんですね。お、来たよ。ああ、任せてくれ。御前試合の勝者の望みを叶える約束だからな。さあ、命ない何でも言ってくれよ。どうぞ呼んでよ。それでは申し上げます。私の大切な旦那様をぜひとも幸せにして差し上げてください。ずっと言ってたもんな。幸せにしてくださいよ、この人。私では旦那様を幸せにして差し上げられませんから。どうか、どうか、どうか。確かにお願いしましたよ。それでは私はこれで、これで。あ、おい、ちょっと待ちだって。やれやれ、こりゃ参ったね。うん、旦那様、今までありがとうございました。罠にかかって怪我をした私を助けてくださったこのゴーン、そうは忘れることはありません。ほんまに鶴の恩返しじゃないな。あ、ほんまそんな感じよな。あ、私は所詮鶴でしかありませんって言ってる。ほんまよ。そんなに私がお墓をお慕いしても旦那様と添い逃げることも添い遂げることもありません。ちゃんと呼んで。旦那様どうかお幸せになってくださいませ。遠い空からそれだけを祈っています。鶴なんや。やっぱあの武器投資の方では鶴の恩返しは多かったもんな。来てしまいました。旦那様お幸せでしょうか。旦那様のお姿を一見一目見たら帰りましょう。やっと見つけたぜ。ここでハッティーで戻ってくるとは思ってたけどよ、大当たりだ。ちょいとお説教させてもらうぜ。あんたいなくなってからあんたの旦那様は毎日悲しんでばかりだ。わかるか、男には惚れた女がいるんだ。あんたが必要されているんだぜ。遠慮することはねえんだぜ。行ってきなって、あんたの帰りを待ち続けているんだぜ。あ、と、はい、すぐにすぐに戻ります。旦那様待っててくださいね。あ、行った。あ、飛んでいった。旦那様、私ずっとずっとおそばにいてもよろしいでしょうか。お、その子、命を救われた恩を返したくて人の姿に化けた鶴のいろはは、それと知りつつ彼女を受け入れた若者を果たして、それが本当に幸せかどうかは当人同士のみが知ることである。奥州円山の小さな村で始まった若者と鶴の恋物語はまだまだ続く。ええやん、話やん。最後にこんな感じね。わ、皆さんが無事にエンディングを見れたということでね。ちょっと病み上がりってことでしたけどね。はい、いかがでしたか。もう闇上がりするもんじゃないね。誰やったっけあの最後の、僕も名前すら忘れたわ。ガオーガオー、普通のガオーじゃないやろ。魔王、なんか魔界を解けたゴーやったっけ。そうそうそう、すごいガオーなんやろあれ。すごいガオー。強かった強かった強かった。まあまあまあ、ムロさんの進化ぶりも見えたしいいんじゃない。まあ頑張ったっしょ。うん、結構あとね、新キャラ多かったよね。めっちゃ多かったよな、あの面白い新キャラ。そうそう、ロボットみたいなやつもおったし、うん、だから最初の方であのアメリカのね、なんかアンドリーみたいな外国人おったしね。なんか新鮮やったね。うん、キャラクターこんだけ多いしね。そう、対戦したいね。まだ対戦したいね。なんかね、うん、アンドユキエンタープライスオールスタッフ、うん、マーケティングマネージャー、長いね、すごいな。門脇さんです。門脇さん、マーケティングマネージャーとかね、うん、サムスピ面白いですよ、やってくださいよって、こう、マーケティング作業。いろんなことね。のマネージャーよ。うん、もうそうそう終わりだよね。さあ、プロデューサー、高尾船長、高谷船長、目前プロデューサー、ソイメン、うん、そして、終わり。これにて終了、ゲームオーバー。はい、じゃあ村さん、はい、無事にクリアということでね、うん、改めてこう、サムライスピーチ展開一気逆転、うん、いかがでしたか。いや、まず病み上がりでね、はい、もうクリアできるかどうかちょっとギブアップしそうになってたけど、なんとかあのガオを倒せてよかったっす。よかったね、はい。ということで、うん、本当に皆さん、マッチーの村さん帰ってきましたよ。あ、お待たせしましたね、はい。でまたちょっと
一人畑くんの実況はちょっと物足りんっていう声もありましたしね。いやそんなことない、お前一人で頑張ってたよ。ダメだよあれは。申し訳ない。あれダメだよあれは。頑張ってたよお前。また来週からね、うん、パワーアップした、うん、いや進化した僕らが待ってるんでね。進化した浦沢畑くんが頑張っていきましょう。はい、マイペースに頑張っていきましょう。はい、そして浦沢さん一言お願いします。皆さん、はい、コロナには気をつけてください。わかりました。はい、それではさらばじゃ。